そっか、邪魔だ、この場から去れ。普通この程度のものに技名をつける気すら起きんな。図に乗るなよ、魔王の方向。このレベルでまだその程度の技しか使えないのか。バカな。おいおい、お遊戯か、こんな単調なもの貼ったら奪ってくださいって言ってるようなものだぞ。おのれ、我に傷をつけたな。これがどれほどの重罪か分かって。重罪、笑わせるなよ。虫を踏み殺したくらいで罪になどかかるか。止まらないな、訂正だ、中堅以下だ、お前は比べるのもおこがましい。おのれ、おのれ。はあ、サービスだ、私が苦手なことを教えてやろう。半殺しだ、どうも殺したり壊したりするのは簡単なんだがな、加減して壊すのは難しい。バカつえ、あの圧倒的だったサタンが本当に虫みてえに。あのさ、仮にも主なんだから襟首掴むのどうなの。そこはお姫様抱っこするとかの配慮はないの。ごせんなガキ、ならせめてお姫様くらいおしとやかになってこいや、この破天荒娘が。うっさ、起動。ガキに変わりなし、全然無事みたいだな。おいおい、頼むよ、ただ殴ってるだけだぞ、殴り返してみろ、サンドバッグ相手にするのはつまらんぞ。興奮、勝てない。おい、悪魔、どうする。運よくお前を飼いたいという飼い主が見つかっているんだが、プライドすべて捨てて飼いならされるか、このままプライドをズタズタにされながら消滅するか。悪いが私の絶剣で確実に殺す、天文学的な奇跡すら起こさせない、今後一生輪廻転生すらも許さないほどに完全な魂の消滅だ。お前にあれが殺せるはず。うぬぼれるなよ、雑魚、お前程度の代わりくらい腐るほどいる。飼いならせないと分かったらお前は用済みだ。これは駆け引きではない、命令だ。ダメだ、こいつに何しても勝てない。分かった、服従しよう。せめてあの巫女姫を道連れにして一矢報いてやる。そうか、服従を受け入れるか。絶剣、全権利の掌握。いいか、今から抵抗は許さん、そして私の意志に背いた場合存在ごと消す。いいな、力が入らんだと。おいろか、もういいぞ、こっちに来るのだ。ほれ、あとはろかが始末すれば主従の契約は完了だ。さっさとこのトゲ虫殺してしまえ。はい、この悪魔私が感じるあたり、冗談で簡単に超えるレベルの強さなんだけど。でもさすがに抵抗されたら私の攻撃程度じゃ傷つかないよ。だってトゲ虫、抵抗したら殴るからな、抵抗するなよ。はい。だって、ろかよかったな、これで豆腐に穴開けるくらいの感覚でいけるぞ。ちなみに少しでもろかが怪我したり、腕痛めたり、少しでも煩わせたら私がそのトゲ石折るからな。頑張ったんだぞ、保管状態はいいに越したことないからな、こいつのトゲは綺麗だろ。前もはやセットなんだね。すごいや、次元が違う。ほら、睨むなよ、笑顔だ、ろかが罪悪感覚えるだろう。いや、笑顔でやられる方が罪悪感増すよ、普通でいいよ。早くやれ、この状態が一番屈辱だ。知ってるさ、だからこの方法を選んだんだトゲ虫。てかなんか不気味だな。覚悟はいい、サタン。想定外続きだ、お前のところに来てからな。そうでしょ、私の周りは想定外続きだよ、だから楽しいんだよ。約束するよ、私の元についてきたら退屈はさせないよ。そうだな、まさか我ほどのものがすぐに服従されるのだ、本当なんだろうな。いいだろう、我を慕えてみせろ、お前の従属としてお前の生き様を見届けよう。どうせ人間の短い人生、それくらいなら人間の暇つぶしくらいだ。じゃあ今から倒すね。ちなみに私は巫女姫でもお前でもないよ。ロカだよ、チキロカ。ロカか、覚えておこう。じゃあ行くよ、覚悟してね。いいだろう、我も覚悟した。あ、言ってなかったね。私、不老不死だから。何？残念だね、どうせ私の寿命分の我慢とか思ってたのかな。残念、一生私の従属でーす。ふざけるな、話が違うぞ、不老不死だと。話せ、こんな契約あってたまるか、不正だ。動きのトゲ虫、往生際が悪いぞ、黙って風穴開けろ。やめろ、我が何をしたというのだ、我は被害者だ、これではお前たちの方が悪魔だぞ。私を乗っ取ろうとしたのが運の尽きだよ、バーカ。いやー、やめろー。よー、よー。おい、ロカ、まだこっちの方が綺麗だぞ、もっとこっち側もえぐれ。よっしゃー、ただで済むと思うなよー。うわー、ダズルでーす。むごい。詩人の中でも野生あふれる逆光の俺でも震えるぜ。こやー。ふぅ、これでオッケーかな。いやー、見込みあるぞ、ロカ、さすが石化の妹だ、筋がいい。これで元通り。元通りとはいかん、化け物かと魔人かの2パターンできるようになったな。そっか、なら戻ろうか、みんな心配してるだろうし。
そうか、ろか、ついでだからこの手綱渡しておこう。安心できるようになったらほどいてやれ。うん、わかった、ありがとう、寝る。よし、ならば私は一足先に帰るぞ。おい、帰り道の道案内しろ、お前が案内しないと抜け出せないだろ。はい、わかりました。言っておくぞ、ここでのことを主様に言ったらあいつと同じだからな。絶対にいません。よし、なら帰るぞ、こんな陰気臭いところはもう飽きた。バカの野郎、とんでもないものを従属に置いてるじゃねえかよ。は、ルーシー。あれ、みんななんでここにいるの。バカ、無事なのね、自分のことがわかるのね。もちろん、ネルに助けてもらったし、もうびっくりしたよ、控室に来たらみんな集まってるんだもん。本当によかった、体調はどうだ、力は。体調はいいけど、力はちょっときついかも、真打ちしてるから指揮支配は使えると思うけど。そうか、ならいいんだ。お父さん、悪いんだけど、試合棄権するよ、この調子でまた変な暴走とかしたくないし。それが賢明な判断だな、俺が代わりに運営に伝えよう、ろかはゆっくり休め。決着、開始直後のアラン選手の猛攻で相手はなすすべなく敗退、アラン選手の調子がすごくいいぞ。第12試合勝者、アラン選手。次はお前たちだな、しっかり今までの集大成を発揮してこい。うん、全力で頑張ろう、大川。うん、絶対に負けないからね、二人とも頑張ってね。あ、寝るだ。あれ主様、褒美は考えておけと言っただろう、どんな褒美をくれるのだ。すっごくありがたいし、本当に嬉しいんだけど、ちょっと待って、思いつかないから。私も乙女だ、ヘタレで奥手な主様からもらったものは何でも嬉しいぞ。私も乙女だからな。言わなくてもわかってる。物でもいいの。物とはありきたりだな主様。だがもらったら従属だからな。一応大切に使ってやるぞ。ねるー。やっと目を覚ましたか。お寝坊なものだ。本当ありがとうね。ねるがいなかったら私今頃どうなってたか。よいよい。だがこれからは私は干渉しないからな。あの悪魔と魔獣とうまくやるのだぞ。うん。それでねるは何してたの。私は私の主様に今回の活躍の褒美を願っていたところだ。私も従属の身だからな。今回ネルの活躍がなかったら大変だったんだからね。ちゃんとご褒美あげなよ。わかってるよ、ただハードルが高いから悩んでるんだよ。わかっていないな、本当にもらえるだけで嬉しいのだがな。結果ねえも結果ねえも苦労してそうだね。それじゃあ私は戻るね、本当ありがとう、ネル。トトミーも2回戦効果おばさんとの試合頑張りなよ。ああ、ロカは棄権するんだろ、ゆっくり休みなよ。うん、それじゃあね。トトミーも隅に置けないな、モテモテ支配の能力者かな。ロカ、戻ってすぐで悪いが事情を聞かせてもらってもいいか。まあ、当然だね。私も知りたいことがあるし、いいよ、場所を変えようよお父さん。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。